ナミさん、ステーキング確定またおめでとうございます。 433A だということなんで、今ね187円なんですよ。187円ね。そうすると私の計算だと8万円ちょっとになります。これすごいですよね。やっぱりね、8万円入っちゃいましたね。おめでとうございます。で、私はね今ねちょっと見てないんであれですけど、3000ぐらいあるんですよ。3000ADAぐらいがステーキング報酬で入ってますんで、まあ今の計算するとまだ57万ぐらいになるかなと。60万円ちょっとですね、正確に言うと。あの3000数百ADAとかありますんで、まあこういうふうに、まあ、ほっといてもね、体のがどん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 積み上がってくれていいですね。含み益どんどん膨らんで、でこの体のエイダのステーキング報酬ですけども、これを放置しておくと、このステーキング報酬も元本に合算されて、そこによってまたねステーキング報酬が得られますんで、まさに雪だるま式に増えていくってことになります。なんかね、暗号通貨で雪だるまって言えばスノーボールとかいうね暗号通貨があったみたいですけども、あれに参加した人は非常に悲惨な思いをしていると思います。私もね一回ね誘われてどうしようかなと思ったんですけども、危なかったなと思ってますね。ああいうちょっとあやふやなものにはやっぱりね、くわばら参加しないのが一番かなと思っております。多くの方はスノーボールというプロジェクトに限らず、他のねもしかしたらスピンドルかもしれませんよね、ガクトコインの、ああいうのを今かと待ってるみたいですけども、あんなねスローなスピードで暗号通貨の開発は行われません。まあ体のエイダのスピード感をもってすると本当によくわかりますよね。どの速度に乗っているか、やっぱり自転車とかじゃダメですね、真っ当なものであっても、うん、やっぱり私たちの寿命は限られてますから、目に見える形でやっぱね、少なくとも5年ぐらい、今体乗ってるのは5年ぐらい経ったのかな、5年も経ってないですね、うん、まあ今こうやって目に見える形でステーキング報酬がチャリンチャリンと5日ごとに振り込まれて、それによってコンテンツがどんどん増えるっていうのはとってもいいですね。暗号通貨、体のエイダ、まあビットコイン、イーサリアム、いろいろありますけども、私は XRP を手放してですね、でこの体のビットコイン、イーサリアム、およそこの3本に絞ってますけども、 XRP もね、まあ、よかったなと、超利確できたなと思いますけども、ビットコインもイーサリアムも相変わらずの含み益、そしてこの体の一番の含み益をもらっております。ありがたいばかりでございます。これからも体のエイダ広めながらね、楽しみながら、ナミさんともこうやってやり取りしながらやっていきたいと思います。ステーキング報酬で体のエイダをさらにゲット。ありがとうございました。また動画を送ってください。